人生ゲーム、人生ゲーム、人生ゲーム、ザ・ゲイ・オブ・ライフは、1960年に、アメリカ・ミルトン・ブラッドレー社、現、ハズブロから発売された、ボードゲームである。原型は1860年頃、米国マサチューセッツ州、スプリングフィールドで印刷業を営む、ミルトン・ブラッドリー、という24歳の若者によって考案された、ザ・チェッカード・ゲイ・オブ・ライフ。 1960年に同社100周年を記念してこのゲームのエッセンスを加えたザ・ゲイ・オブ・ライフが発売。当時アメリカで人気を博したテレビキャスターアート・リンクレターをパッケージに印刷している。日本版は人生ゲームの名称で1968年9月に株式会社宝、現宝トミーから宝のアメリカンゲームシリーズとして ライセンス契約発売された。この人生ゲームは日本における同社の登録商標第919,585号でタカラトミーの発表によると日本版の累計出荷数は1,000万個を超える。ゲームシステムはすごろくの発展系。ゲーム序盤のルーレット目によって人生の筋道が決まり、その後の人生が左右されていく。プレイヤーはサイコロではなく、 ルーレットを回し、人の一生になぞらえたイベントをこなしていく。現在でも改良版が発売されているという、息の長いゲームである。ボードゲームとしての人生ゲーム以外にも、携帯ゲームとして発売された人生ゲームキャンディシリーズもある。また、オンラインでも遊べたり、携帯電話のゲームとしても配信されている。2018年秋には、 日本版50周年記念として、東京都葛飾区にある青戸など6カ所の商店街を舞台に、街遊び人生ゲームイン葛飾を実施する予定が発表されている。各プレイヤーの駒となるもの。色は赤、青、黄、緑、白、大々が基本色となっており、最大8人で遊ぶことができる。平成版では黒、桃、紫、水などが追加されている。 自動車コマには貫通していない穴が6箇所あり、そこに水、桃の人物ピンを差し込むことで、各プレイヤーの分身として表すことができる。この人物ピンは結婚、出産、養子縁組などのマスに止まることで、さらに該当の色の人物ピンを乗せることができる。また、一部作品では状況を表すためのピンを差す場合もある。なお、 中央には貫通している穴が2つあり、それらはご印字の窒息防止用に開けられているため、ゲーム中は人物ピンを刺さないよう注意されている。シリーズによっては穴が開いていないものも損する。また、自動車ゴマはメインシリーズに適用されており、作品とのコラボでは各キャラクターをかたどったコマを代わりに使用する筋肉版付け版での混合くん、 ハローキティバンでのキティちゃんなど、昭和思い出、劇場ではゲームスタート時は自転車となり、ゲーム途中で任意の車に乗り換えるイベントが発生する。プレイヤーの職業を表すカード。カードには職業を表すイラストと給料費1回、あたりの給料、その他ステータスなどが記載される。このカードを所持していない場合は、フリーター、プーちゃんとみなされる。 プレイヤーがつくことができる職業は、ビジネスマン、先生、タレント、医者、スポーツ選手、政治家など身近なものであったり、その時々の憧れの職業が選ばれている。各バージョン発売時の時世によって、種類も変わり、ショップ店員や弁護士、漫画家といったものも追加されている。平成版では、現代情勢を皮肉るためか、サラリーマンが、一般企業、電力会社、 スポーツ選手が野球選手、力士、騎手と細分化されていたり、ビデオ女優、やっちゃんといったアングラな職業も入っている。職業は所定のマスやイベントによってランクアップとなり、ビジネスマンであれば、部長、先生であれば、校長先生のように格が上がり、その分給料も増額される。平成版では別途、ランクボードが用意されており、 職業ごとに5から50段階に分かれて給料が決められている。また、コラボ版では登場するキャラクターや人物が職業代わりとなったり、その作品内に登場する職業が登場する場合があるポケットモンスター版ではポケモン博士、ロケット団ンなど。人生ゲームはマスにその時代を反映させたものや企業やキャラクターのタイアップなど種類が多い。 1989年、平成元年に発売された、平成版は、シリーズ化されるほどの人気商品となった。1998年に、週刊少年ジャンプと、人生ゲームが共に発売から30周年を迎えた、記念に作られた、ジャンプの読者検証の景品としてのみの配布であった、ため、現在は、入手困難である。グリコとの共同企画商品で、 イオングループの店舗で限定発売。近年では、コンピュータゲーム版を発売しているほか、BS デジタル放送の BS 朝日では、毎週土曜日午後8時から双方向、対応クイズ番組として、クイズ、人生ゲーム、ザ・クイザ・フライフを放送していた。司会は、人生案内人役として進行している。うかじたけしと、女帝役として進行している。 野村牧アナウンサーの二人である。また、2005年の夏から、メメプロから、カ美香と、山岸愛理の二人が参加。この二人は、UN、ウンガールズとして進行した。同番組は、同年の11月をもって、一旦終了するが、2006年には、リターンズとして、以前の放送の一部を再放送し、同年春で完全終了。あと番組は、みんなの脳ドリル。 モンスターメカ系、カードゲームの人気で、平成版を中心にカードゲーム化された。特に表記がないものについては、宝から発売、FC イコールファミリーコンピュータ、フス、イコール PC エンジン、ギガバイト、グバイイコールゲームボーイ、ゲームボーイアドバンス、SFC イコールスーパーファミコン、PS、PS2 イコールプレイステーション、プレイステーション2、DC イコールドリームキャスト、 N64 イコール Nintendo 64、GC イコール Nintendo Game Cube、DS イコール Nintendo DS、Wii イコール Wii、iOS イコール iOS、Android イコール Android、携帯液晶ゲームとして2005年に発売され、後に追加要素を増やした人生ゲームキャンディ120%も発売された。ボードゲームの人生ゲームが複数人数で遊ぶゲームだったのに対して、 基本的に一人用の育成タイプのゲームである。通信機能により他人のものと交流は可能。一週間で人生を体験しちゃおうコンセプトに女性向けとして作られている。ルーレットによって運命が決まるという人生ゲームらしさはあるものの、キャラクターを育てるという点において既存の人生ゲームよりもたまごっちに近いゲームと言える。形は5.5センチほどの円形で、 ボールキーチェーンがついている。カラーバリエーションが多く、いずれもキャンディの味を思わせる名前がついており、カラフルなものになっている。両作とも、公式ゲーム、SE モバイルオンラインが開発を担当他。現在、ハスブロから発売されている、ザ・ゲイ・オブ・ライフも、ゲーム内容は、ほぼ同じながら、日本とは別展開で販売されている。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。